オリコンニュースをご覧の皆さん、24ジャパン、日本初の女性総理候補、朝倉うらら役の仲間由紀恵です。女性総理候補は、初めて演じる役どころなんですが、現場ではスタッフの皆さん、キャストの皆さんと一緒に協力して、とても楽しく撮影をしています。朝倉うららはとても賢く、とても強い信念を持った女性です。ですが、彼女も、人間というか、表の顔もあれば、裏の顔もあります。そのあたりも見どころです。彼女の周辺も、怪しげな人物がたくさん出ています。そして、唐沢俊明さん演じる指導現場とともに、24時間リアルタイムで続発する事件を皆さんもぜひ追ってください。